小林ゆかは、日本のスポーツクライマー、フリークライマー、茨城県中郡東海村出身。茨城県立三都第三高等学校、筑波大学大学院卒、筑波大学体育、専門学群特殊体育学研究室出身。ジャパンモダンクライマーズクラブ所属。小学2年生の時に、水戸のアウトドアショップのクライミング講習会に、 父と共に参加したことがきっかけでクライミングを始める。10歳で競技会にデビューした。その際の講師であり現在所属する JMCC の先輩でもある宮崎秀夫中根稔だからの指導を受け、スポーツクライマーとして頭角を表し、天才少女として注目を受ける。13歳で日本最高峰のジャパンツアー第一戦を史上最年少で優勝し、 その後4年間、国内無敗の18連勝を達成。16歳からは世界に照進を合わせ、ワールドカップに参戦。2014年、ワールドカップ年間ランキング9位。世界選手権でも、決勝進出を果たす。1歳上の姉、小林真帆もクライマーである。クライミングのメッカと言われ、日本の寄せみての衣装で知られる奥秩父山地の小川山に、 おばさん岩と呼ばれる岩群があり多くのクライマーが訪れている。そこに小林が子供の頃に名付けた子供をなめんなよという岩がある。現在のグレードで 5.10A、B に相当する。2014年サントリニュデラファーベラを登り自己最高グレードを更新した。ありがとうございます。